1分でわかるマイナーポケモン、今回はゴルーグです。青の円盤で登場したこのゴルーグですが、まあマイナーポケモンの中でもちょっと厳しいより、攻撃方面ではかなり優秀なタイプですが、受けがちょっと弱くて素早さが低いので、基本的に相手から先にダメージを受けてしまうので、そことこのタイプの相性はあんまり良くない。耐久もめちゃくちゃ高いわけではないので、確実に半減以下に抑え込める状況でだけしかテラスは切りたくないですね。でこのゴルーグ特性が変わってまして、ノーガード、鉄の拳、武器用と3種類あります。これ結構どれも珍しい。ノーガードはお互いの技が必ず当たるという特性、ゴルグは爆裂パンチを覚えるので、それを必ず当てられるっていうのは魅力的ですけど、正直相手からの絶対レッドとか地割れが確定で当たる方が痛い。これ強いように見えて僕は罠だと思ってます。鉄の拳も悪くはないけど、下から冷凍パンチしたところで威力はまあそこそこ。僕は武器用が一番強いんじゃないかなと思ってます。持っている道具の効果が発揮されないというものなんですけど、これでこだわりアイテムを持たせて、自分はこだわりの影響を受けずに相手にトリックで押し付けちゃおうってわけですね。今作はこだわりトリック刺さる相手が非常に多いので、まあ使うならこれかな。それでもちょっと厳しいけど。オース未来のチャンピオン。